さあ、ハイラル平原。あとは、まだ、ここにいるな。これあれでしょ？これ、狼でしょ？狼っぽいよね、これ。エンタさんいますかーって また来よった。何持ってきてん？はい、手紙をお届けに参りました。2通ですか？てってててて言うたわ。パワーパワーパワーンじゃないよな。はい、てってててててって言ったわ。とりあえず見ましょうか。さあ、お手紙どこだ？アゲハの夢、アゲハの夢来ましたね。昨日こんな夢を見ました。いっぱい蝶々さんがアゲハの体を包んでアゲハのお空に連れてってくれるんです。ほう。そう、お空の上から城下町の人に手を振ると、手を振り返してくれる人や目を丸くする人、いろんな人が見えます。ハイラル平原の上空を一周すると、体を包んでいた蝶々さんはアゲハを優しくベッドに横たえ、また遊ぼうねって言って、そこで目覚めたんです。ああ、アゲハも自由に空を飛びたいな。いや、僕ドラえもんじゃないんでね、ドラえもんじゃないんでどうしようもないですよ、それは。あとはマトーニャって、あれかな、スノーピークで出会った奥さんですかね。先日わざわざお越しくださったのに、大してお構いもできず失礼いたしました。最近はすっかり体の具合も良くなり、主人と趣味の雪滑りを楽しんでいます。エンタさんもまたスノーピークにいらっしゃることがあれば一緒に滑りましょうね。もうでもハートのかけら手に入れたがいいわもうコリコリだわ。そんな手紙が来ましたね。お、もしファイラルの平和のため施しをいただけませんか。わかった、50ルピーをあげよう。愛に包まれるか。ん、誰かおるぞ。あんたは犬は好きかい？かわいいよな。骨とか投げたらちゃんと拾ってくるんだぜ。よかったら遊んでやりなよ。わかった。おい、投げたいんだ、投げたいんだ。俺はただ投げたいんだ。いや、愛が降り注いだけど。愛が降り注いだやつやけど。いけ！行かないってね。この犬は行かないってね。そういう選択をしたわけですけれど。行ってこい！行けよ、行けよ、ちょっとは行けよ。ちょっとはこう、撮りに行く絵を撮りたいんだよ、俺も。抱く。あ、行った行った。視点が変えられないんだよね、でもね。あ、持ってきてるわ。抱こう。抱く。よくやった。そのまま連れ去る。犬連れ去り事件ですわ。そしていなくなった。そして犬はいなくなった。なんだなんだなんだ。君は誰だい？わ、やっぱりこのお店占いは当たるわ。私、占いで店の前に立っていれば、私と付き合いたい男性が声をかけてくるって言われたの。そうなんでしょ？だけど悪いけど、あなたタイプじゃないの。タイプじゃないんかいや。俺もタイプじゃねえし、みたいなことを言うっていうね。そして、南見の門から、おそらく、剣を教えてくれると思うんだよね。どっかにいると思うんです。どっかに剣を教えてくれる人が。こっからもうこっから行かれへんのか。あ、虫おるぞ。はい、テントウムシ。あれ、あんなとこにゴロン族おるやん。何してんの？どうしたん？おお、兄ちゃんは？なんとかつう人ごろ
活躍は他の頃から聞いてる頃、ああそれにしてもこの岩すっげえ頃、土砂崩れでもあった頃、そういえば兄ちゃんはこんなことに何し、こんなとこに何しに来た頃、ひょっとしてここを通りたい頃、温泉水飲んで元気が出たらこんな岩ぐらいなんとかなりそう頃。ああ温泉水か、温泉水ね。だから俺は寄付したいんだけど、あいつが一向にさしてくれないんだよ本当に。あっこにワンちゃんいるわ。よし倒して、そしてここはなんだ、だいぶヘリに立ってますけれども、あああんなとこにぶら下がればなんとかいけるんかな、あの宝取れる、来ましたけど話すしかできんのか、いややっちゃったなこれせっかく来たのに、あ落ちるんだ、な落ちてハイリヤコに自動的に来んのか、厄介なとこに来てしまったな、何こいつ、人間発見、あたいスモモちゃん、何こいつ、でも人間は用はなーい用はないんか、人間に用はなかったんだね、君は申し訳なかった、スモモちゃん、あらはじめまして、あたしスモモちゃん、あたい巷で噂のアトラクションにはまってるんだけど、あんたもどう、ルールを聞きましょう。アトラクションってのは風船割りながらゴールを目指すゲームなの。風船はスイカが1点、オレンジが3点、イチゴが10点。で、同じ風船を連続で割っていくと、得点がどんどん2倍になっていくのよ。10個までだけど。壁にぶつかって落ちちゃったら、何点取ってもダメ、0点。スタートからやり直すなら B よ。1万点を超えたら何かあげてもいいわよ。まあ、無理だろうけど。じゃあ、あんたが空飛ぶと同時にゲームスタートだからね。空飛ぶ空飛ぶってどういうことですか、はい、空飛ぶってどうやるんですか、空飛ぶ、え空飛ぶ能力持ってる俺、あわしか、あこれを使うのね、よし来たぞスタート、オッケー、オレンジです、6点、壁当たっちゃったようーっつって、うーっつって、すぐ壁当たっちゃった、まで、か金かからんからいいけど、ダサしょうがないな、もう一回やる、やらして、さあ再び行きましょう、ピーと、あ風船割れず、ス
追加をゲットです。1ポイント。あれがイチゴか。あれがイチゴ。でも同じ色で揃えていった方がいいんだろうね。10個までやったら。あ、ぶつかっちった。いや、1万点難しいでこれ。1万点相当難しいやつやでこれ。マジか。さあ行くぞ。OK、 6点。ここはダッシュせず行こう。そしてスイカを取らずにオレンジだけを取ってみようか。オレンジだけを狙いつける。さあオレンジあるよ。壊して、そこにオレンジ当たってないでしょ。大丈夫大丈夫、まだ当たってない。コンボをつなげていこう。もうオレンジしか狙わないっす。あ、結構倍になったら結構手に入るのね、オレンジでも。危ないよ、スイカに当たっちゃダメ。あの羽では当たらんのか。さあ来てるよ。壁に当たらないように気をつけて。さあこの滝は大丈夫？滝はちょっと落とされる。ちょっと落とされる。危ない、当たってない当たってない、当たってない、当たってなければ大丈夫。いいですね、もうすぐ1万点ですよ。厳しい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 。取らない取らない、無理にいかない無理にいかない。もう1万点は取ってるからね。 OK です。さあオレンジ、オレンジだけを目指して。 OK、 無理に取らない無理に取らない。オッケー、ゴール。これはもらったでしょう。え、嘘。15,357点。はい。あ、1万点超えたんだね。じゃあこれ受け取って。別に値の気持ちってわけじゃないんだからね。積んでるやな。はい、ハートのかけらでーす。ねえねえ、癖になりそうでしょ。最高点目指してもう一回やりたいでしょ。いいえってやっとこう、まあ、とりあえずハートのかけら手に入れた、もうそれでいいんだ俺は。とりあえずハートの数が12個になりまして、ワープしましょうか。もう一回ハイラルのあの南のところ、パイセンに奥義を教わろう。パイセンに奥義を教わりたいんです。これ爆弾で壊れるのか。さすがにこのサイズは無理か。壊れんのね。壊れんのね。はい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 。さあお金を再び手に入れて、あとは何がある、何もないか。敵は無視でいいし、これでもあれの、あれいないんかな。虫虫、あ、虫おるよこれ。おったおった、虫おったけど逃げてきよった。はい、虫が欲しい。
虫さんが欲しい。虫さんがずっと欲しかったの。取りましょう。取りましょうって。逃げてくんか。虫さんをゲットできない。オッケー、やっと取れた。テントウムシオスです。いやー、モルピーもいっぱいですわ。この崖は登ったら何があんの。あ、これはもしかしての獣になったら、やっぱり転がしてどうすんのよ。掘りましょう。人に戻って倒しましょう。お、全員倒したら宝箱出現です。まあ、とりあえず取りに行きましょう。そしてオープン。ああ、100ルピーいらないな今持ってんだよね。満タンなんだよ。まだお布施上げてないからね。一応潜るだけ潜ってみるか。いや、結構魚釣れそうやな、ここ。結構魚おったよ、豊富に。そんな魚釣れそうなところから、裏っ側には何もない。何もないですね、結構。100ルピーと蜂の巣ぐらいなもんか。別に蜂の巣いらんしな、危険を犯してまで。なんだ、あ、アゲハちゃん。え、アゲハちゃん、アゲハちゃんねアゲハちゃんおった。現在2匹の虫さんがアゲハのお城に来場されています。全員揃うまであと22匹。できればペアになっていない虫さんのパートナーも探してくださいね。はい、わかりました。何してんすか。探してんのね。虫あっちの方行ったで。うん、まあ俺は2匹もう集めたけどな。お前には集めれない虫を集めたけどな。何ちょっと嫌味っぽく言うねんっていう話ですけれどもね。さあ、とりあえず奥義教えてもらいましょうか。お願いします。居合技量をもう一回やれと。わかった、任せろ。居合だ。よーし、引っかかったな。よし、第6の奥義、大ジャンプ斬り。大ジャンプどんなんですか。基本の剣技の一つであるジャンプ斬り、あれは攻撃力は高いが複数の敵の前ではと、有効な技とは言い難い。ジャンプ斬りの構えで剣に力を込め、より大きなジャンプ攻撃をすると剣の放つ波動で周りの敵も攻撃することができる。おお、なるほど。これが大ジャンプ斬りだ。 ZL 注目しながら A を押し続け、タイミングを狙って力を解放してみろ。わかった、任せろ。お願いします、パイセン。あ、増えた。パイセンが増える、パイセン。
おお、いいね、大ジャンプ切り、素晴らしい。これはよう使うからありがたいですね。ジャンプ切りは特によう使うよ、攻撃力高いから。さあ、あと一つになっちゃったね。すでに、勇者の必要な力が十分に備わっている。力に裏付けされた勇気によって一歩一歩真の敵へと向かっていることお前自身感じているのではないか。自らの力を信じ、ひるまず迷わず突き進むのだ。また会おう。おう、また会おう。そしたらいよいよかかりこ村で寄付しようか。やっとや、やっとここまで来たで。かかりこ村で寄付だ。お金を授けようと。私の有り余ったこの銭を授けようと。どうした、一人寂しそうに。エンタ知ってた？あのゾーラの男の子、実はゾーラ族の王子様だったのよ。もっと仲良くなってたら玉の輿ってやつに乗れたかもしれないよね。ああ、逃した魚は大きかったわ。ゾーラだけにね。なるほど。さあ来たぞ。お、500ルピー、誰なんだね。わかった。500ルピートントントンといきましょう。はい。なーっつってなーっつって、城下町東とハイラル平原をつなぐ橋の補修費用が鮮やした。商品を高値で売りつける城下町の悪徳店を見てくるといい。引き続き町の商品を安価で売るための資金援助にご協力ください。くだひゃい。いくらいんの ?2000 ルピー。さすがにそこまでは、俺は援助せんぞと。まあ、金があり余ってどうしようもねえって時なら、払ってもええけど、基本的には俺は払わないスタンスで。だってあれ2000ルピーで、ね、手に入るアイテム知っちゃってるからね。余計ですよ。余計そこにお金は落とさないっていうね、気持ちになりますわ。まあとりあえずお金は使ったので、どうしよう、どこ行こうかね。目的地はどこについてんねん。あ、一応テルマさんとこ行けってかなってるな。でとりあえず話を進めるか。テルマさんとこ行きましょう。テルマさん、